俊夫さんから東北震災の話、そして指導者というのはどういうものであるか、リーダーはどういう人間であるかということをお話になりました。なぜ野上俊夫はこういった人に人を思いやり、温かい人情や心の通じ合うそういった組織や、あるいは指導力を、組織力や指導力を発揮できるのか、それは大きな原因はもともとそういう性格であったと、そういう人格であったということがありますけど、もう一つあります。皆さん思い出してください。5年前、山上俊夫は航空幕僚長として日本が良い国だ、外国からああだこうだ、とりわけ中国や朝鮮半島の国から悪口を言われるような国ではない、皆さん自分たちを思い出してみてください。日本人というのはどうでしょうか。おそらく世界で一番正直で勤勉で道徳性の高い、この間おもてなしの心という形でオリンピックの時プレゼンテーションしてましたけども、本当に財布を落としても警察に届いていることが多い、世界で最もそういう素晴らしい国であります。最近外国に行く方が多くなりました。それでみんな知るようになりました。自分たちの国は本当に素敵な国だ、そういう国、その国を素晴らしい国と言って野上俊夫は航空幕僚長をクビになりました。自分の国は悪い国だ、人の国に侵略して悪いことをやった、そうではなく本当に日本人、日本国は素晴らしい国だ、良い国だということを言って辞めさせられたわけです。はっきり言いまして、航空幕僚長の次は東幕長、東幕のトップになる予定でございました。そこから我が国が民間に漏れていったわけです。辛い思いだったわけです。一人持ちだったわけであります。もちろん今後ろにいるような多くの部下や慕っている人々が支えようとしました。しかし5万人の自衛隊を率い、部下から慕われていたそういう人間がどん底に落ちました。もう一度やり直せるか、ご自身もいろいろ考えたと思います。孤立も感じたと思います。一人ぼっちでもう一度やれるか、心の中はいろいろあったと思います。だからこそつまずいて一人ぼっちになった、孤立を感じている東北の皆さん、あるいは東京都民の皆さん、孤独して亡くなったり自殺をする中高年が3万人以上、そういう人たちに決して一人ぼっちではない、必ず悪いことがあってももう一回やり直せるんだ、人間というのはもう一回生きられるんだ、そういう思い、一度泣いたことのある、あるいは涙をかみしめたことがある、寂しさや苦しさをかみしめたことがある、それを経験した人だけが本当に他人の苦しみや悲しみを理解できます。それが本当の人情である。これを野上俊夫は実際にご自身も味わい、そしてだからこそもう一度やり直せる、もう一回人間は生きられる、何度でも生きられる、このことを考え、そして今回個性のために身を捧げよう、そういう形で決意したわけで、思い出すのは安倍総理でございます。マスメディアは第一安倍内閣倒れたとき、病気で本当に私は知っております。本当に死にそうになったんです。意識不明になりました。ところが根性なしだ、へこたれだ、あいつはダメだ、散々叩いた、その以降も叩いた。しかし安倍総理は立ち直りました。つまりもう一度、なぜ立ち直った人がこんなに今元気に日本のために仕事ができるか、それは
一度やっぱり苦しみを味わい孤立を感じ、しかしそれでも立ち上がる。だからこそきちっとした仕事ができる。人の苦しみや寂しさ、それを味わった人だけが本当に他の人々の、国民や都民の悲しみや苦しみ、寂しさ、そういうものをお互いに共有できる、懐かしい、そして本当に心が温かくなる、東京に戻ってきたらまるでふるさとに帰ってきたような感じがする、そういった東京にしたい、これが玉上俊夫の思いであります。いろんなことが言えます。先ほど言いましたように危機管理を任せたらこの人の右に出る人はいません。誰が本当にマグニチュード9、6年以内に東京の直下型地震が起こる確率は3割であります。30年で考えたら7割の確率で東京の直下型地震が起こる。2万3000人の人が死ぬと言われています。112兆円の国家予算よりも大きなお金が失われると言われています。そのもしかしたら明日に来るかもわからない、1年後に来るかもしれない、6年間では3割の割合、必ず起こる東京直下型地震、これが起きた時、自衛隊や警察や消防車やあるいは民間の人々、こういう人たちをみんなで救護して、それぞれが生き生きと同胞のために、隣人のために、汗を流し涙を流し共に助け合ってこの東京を救い上げていく、それがそういう思いを持つ人だけが、ただ東京都知事になりたい、オリンピックがあるから名誉職になりたい、体力も気力も本当にしっかりした人でなければ、東京都はあるいは東京都の都民の命と生活は守れません。危機管理が本当に大事です。と同時に、先ほど言いましたように、人の心が分かる、人の苦しみが分かる、自分が一度経験した辛い思いをしたことも、一回涙をしたことがない人でなければ、この東京は救えないと思います。最も大事なのは物とか物量ではありません。それも大事ですけど、心がまずあること、心を優先して、まず人の心を救う、一人ぼっちではない東京都民もみんなそうなんだ、これを実現するのは玉上俊夫だと私は思っております。ぜひ皆さん一緒に東京都を心のふるさとにしようじゃありませんか。よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張れ日本全国合同委員会幹事長の水島さとみよりご挨拶をさせていただきました。ね、一人ぼっちで苦しんだことがあるからこそ分かる人情ということで、そんな男にトップに立ってもらって心のふるさと東京を実現できたら素敵でいいよね。